10日、神奈川県川崎市内にて、毎年恒例の映画賞第69回毎日映画コンクールの授賞式が行われ、新人賞を受賞した3代目 J、ソウル、ブラザーズ、フロム、エグザイル、ドライブのボーカル、登坂広臣が登壇した。映画デビュー作となったホットロードでスポニチグランプリ新人賞を受賞した登坂は、受賞式後に行われた囲み取材で、本当に恐縮な気持ちです。チャレンジした作品を評価してくださって、ファンの方も喜んでくださっていることが嬉しいと歓喜。撮影を、共演者やスタッフの方が温かく迎え入れてくれて、裸になったような気持ちで作品にぶつかっていけたので、もう挑戦しようという気持ちでしたと、感慨深い様子で振り返り、今後の役者業については、本業の歌をしっかりして、また、こういった作品に出会えた時に考えます。本業は揺るがないので、それを第一に考えて何事もチャレンジしたいと、まっすぐな眼差しで決意した。また、三代目 J、ソウル、ブラザーズのメンバーも、今回の受賞には驚いたようで、みんな、やばいやばいって。メンバーのみんなも思ってなかったので、びっくりしていましたと笑顔で明かす場面もあった。毎日映画コンクールは、1946年に創設された毎日新聞社やスポーツ日本新聞社などが主催する映画の賞。69回目を迎える今年は、登坂のほか、日本映画大賞、最高賞を、熊切和義監督の私の男、男優主演賞を、そこの身にて光り輝くの綾野剛を、女優主演賞を、0.5 ミリの安藤サクラ、男優助演賞を伊藤秀明、ウッドジョブ。神さなあなあ日常、女優助演賞を、池脇千鶴、そこの身にて光り輝く、スポニチグランプリ新人賞を小松菜奈、川木。田中絹代賞を、鈴木京香、監督賞を、五味星、そこの身にて光り輝く、脚本賞を、安藤桃子氏、0.5 ミリ、がそれぞれ受賞した。10日、神奈川県川崎市内にて、毎年恒例の映画賞、第69回毎日映画コンクールの授賞式が行われ、新人賞を受賞した3代目 J、ソウル、ブラザーズ、フロム、エグザイル、ドライブのボーカル、登坂広臣が登壇した。映画デビュー作となったホットロードでスポニチグランプリ新人賞を受賞した登坂は、受賞式後に行われた囲み取材で、本当に恐縮な気持ちです。チャレンジした作品を評価してくださって、ファンの方も喜んでくださっていることが嬉しいと歓喜。撮影を、共演者やスタッフの方が温かく迎え入れてくれて、裸になったような気持ちで作品にぶつかっていけたので、もう挑戦しようという気持ちでしたと、感慨深い様子で振り返り、今後の役者業については、本業の歌をしっかりして、また、こういった作品に出会えた時に考えます。本業は揺るがないので、